はようございます、杉本です。今は5時、35分ぐらいです。夕方の、街頭演説をやってみたいと思います。レッツドゥディス。こちらは、子どもの未来を作る党の、代表を、やっています。杉本です。よろしくお願いします。2015年から、政治活動を、始めていて、去年の、4月に統一地方選挙がありました。市議選の方に出馬したんですけども、落選をしてしまいましたので、2つ目の新しい政治団体、子どもの未来を作る党、を作って、3年半後の、地方選に向けて、調整をしていこうと思っております。2015年の、5月まで前坂中学校の方で、美術の、常勤講師を、少しやっていました。いくつかの、中学校や、高校で、非常勤講師や、常勤講師を、やっていましたが、非常に、子どもの数は、減っている状態です。学校の教員の数は、余っている、状態でありますので、子どもの未来を作る党としては、公務員の数を減らして子どもの数を増やしていけるように、挑戦をしていきたいと思っております。もともと教育の、仕事をしていましたので、そういった経験を生かして、前例にとらわれないような、政治を目指していきたいと思います。日本の、問題としては、人口問題とか、借金の問題とかいろいろあると思いますけども、大きな問題から、優先順位をつけて、一つ一つ、解決をしていくべきだと思っています。日本の、問題のうちの一つとしては、まずは、日本の公務員は350万人ぐらい、いますし、しかも法律で、クビにすることができませんので、非常に、税金の負担が大きくなっていると思います。公務員も定年延長して65歳になりました。それだけでも1年間2兆5000億円ぐらいの税金が費やされてしまいますので、消費税 2% を増やしたとしても、そのほとんどが公務員の給料に回ってしまうと思います。子どもの未来を作る党としては、税金だけに頼るのではなくて、国境を開放して、経済も開放することで、世界から人と物とお金を呼び込んで、発展をさせていく、こういった、コンセプトで、挑戦をしていきたいと思います。日本の大きな問題としては、毎年50兆円以上の借金をしています。しかも人口が、減っていますので、労働者人口が1年間に50万人から100万人ぐらい、減っています。ということは、日本の公務員は毎年50兆円以上の、借金をしていて、1100兆円以上の借金があります。人口が減少するということは非常に大きなリスクに、つながってくると、思っています。なるべく税金に、頼るのではなくて、世界から人と物とお金を呼び込んで繁栄をしていくということが21世紀のスタンダードだと思っています。ただ日本の景気もあまりいい状態ではないと思いますけども、日本国内にもたくさんお金はありますし、世界にもお金はたくさんあります。ただそれが市場に出てこないと経済というのは良くはならないと思います。誰かが使ったお金というのは、誰かの収入になりますので、日本国内には、個人金融資産が1800兆円ぐらい、あります。
ただ先行き不安な国で、しかもありとあらゆるものに税金がかけられていますので、安心してお金を使うということが、できないのが現状だと思っています。個人金融資産がたくさんあっても、市場に、資産が出てこない、お金が、使えないというのが非常に大きな問題だと思います。これからの、政治家の仕事というのは、減税をすることで、個人の消費を、促進をして、経済を、復活させていく、こういったことが、21世紀の政治家の仕事だと思います。自国民に税金をふっかけて公務員だけが甘い汁をするというのは社会主義国家のやり方でありますので、先進国としてやはり自助努力を推奨して、日本の公務員の場合はほとんど同じ仕事をやっています。当然 AI に置き換えることは十分に可能ですので、公務員の、リストラ、これは避けては通れないと思います。ただ法律で、公務員だけクビにできないように法律が、作られていますので、ここを変えないと、改革はなかなか難しいと思います。3年半後の地方選に向けて、地方から、改革していけるように、頑張って調整をしていきたいと思います。最近のニュースで、日経の平均株価が、2万2000円以下に、なったと、ネットに載っていました。コロナウイルスの、影響だと、言われていますけれども、そもそも日本の株価というのは、日銀が、お金を刷って、そのお金の一部を使って国債や日経を、買っていますので、本来ならばもっと低い金額が妥当だと思います。おそらく1万8000円ぐらいが日本の株価の本当の価値だと思っています。ですので2万1900円ぐらい、まだまだ非常に高い金額かなと思っています。今の政府の経済政策というのは、金利を下げて、そして日銀にお金をそらせて、そのお金を市場に供給をすることで経済を回復をしていこうというやり方だと思っています。ただお金をたくさん刷っても日本の企業というのは400兆円ぐらいの内部留保があります。つまり銀行からわざわざお金を借りる必要もありませんし、設備投資をするとか、給料に反映するとか、こういったことをやりませんので、結局、日銀が刷ったお金というのは、株式の方に行ってしまいますし、そのうちのお金の一部を使って、日銀が、国債を買ったり日経225を買ったり、上投資信託 ETF を買ったりしています。ですので日本の株が高くなっているというのは日銀が買い支えをしているので高くなって当然だと思います。ただ日銀が勧誘しているということは自然に形成した株式市場ではありませんので、国としてはあまりいい状況ではないと思います。ただ株をロングで持っているとか投資をやっている人たちにとっては非常にありがたいことだと思いますが、日本の 80% の日本人は株式投資をやっていませんので、アベノミクスで株価が上がったとしても日本の 80% の人たちにはあまり関係がないと思います。本来ならば政治家の仕事としては支出を大幅に削減をして国境を開いて世界から優秀な人たちに来てもらうと、こういったやり方が21世紀のスタンダードになってくると思います。子どもの未来を作る党としては前例にとらわれるのではなくて、国境を開放することで世界から人と物とお金を呼び込んで発展をしていけるように、そういった土台を作っていきたいと思っています。そのためには日本の場合は
あまり資産、資源が、ない国でありますので、人材育成というものが非常に、重要なウェイトを占めてくると思います。教育の経験を生かして、21世紀に、活躍していけるような、学校教育、人材育成、こういったところからまずは改革をしていきたいと思っています。今の学校教育というのは基本的には、答えを覚えるだけの、学校教育に、なっていると思います。今の日本にとって新しい産業を起こして、経済を強くしていくということが、必要だと思います。そのためには、新しい産業を起こせるような、人材育成が、必要だと思いますので、日本の教育のいいところは、残しつつも、21世紀に必要な、教育改革、これは避けて通れないと思います。まず第一に、英会話教育と、2つ目としては金融の教育、この2つは絶対に必要になってくると思っています。世界の共通語は英語になってしまっていますし、金融の教育というのはお金儲けに直結をしていきます。日本の場合はありとあらゆるものに税金がかけられていますし、たくさん税金を払っても公務員以外の社会保障はどんどん減らされてきていると思います。日本の個人に対する所得税というのは非常に大きなものがありますし、基本的にはお金を稼ぐやり方、収入というのは3種類あると言われています。しかもその3種類の個人所得税の税率が違っていますので、こういった知識があるだけでも障害賃金の格差が生まれてくると思います。日本の税金制度というのは個人の所得に対する税金が非常に重く設定をされています。株や FX とか投資に対する税金の税率というのは一般の所得税よりも税率がかなり低く設定をされています。例えば年収で4000万以上稼ぐと最高税率が 45%、 住民税が 10% ですから 55% も公務員によって税金が取られます。年収4000万稼いでも2000万以上が税金で取られてしまいますので、個人所得税の累進課税は非常に大きな問題があると思います。ただ別のやり方で4000万稼いでも株や FX の場合は 20% ぐらいの所得税で済みますので、これだけでも非常に大きな格差があると思います。これからの子どもたちにとってはやはり基礎的な金融の教育だけでも導入をしていくべきだと思います。学校の教員の数は待っています。小学校、中学校、高等学校でも基礎的な金融の教育は、なんとか導入をしていけるように、条例を変えていけるように、挑戦をしていきたいと、思っています。前坂中学校で美術の教員をやっていた時に、英語の教育、英語の授業の、見学に何度か行ったことがあります。やはりライティング、リーディングがメインの授業で、スピーキングの、授業はほとんど、やっていません。世界の共通語が英語になってしまっていますし、世界のどこに行っても英語で活躍できるような、そういった人材育成も、求められてくると思います。日本国内の経済も縮小をしていきますので、世界から人と物とお金を呼び込んでいくことと、世界でも通用していけるような人材育成がこれから求められてくると思います。子どもの未来を作る党としては子どもたちの未来に投資ができるように税金の使い方や公務員の待遇、そして教育の改革、こういったものから挑戦をして少しずつでもいいので改革をしていきたいと思っています。2015年から政治活動を始めていますけども、去年の選挙で落選をしてしまいましたので、
政治そのものの経験は、まだありませんが、教育の経験をフルに活かして、前例にとらわれないような、政治経済、そういったものを目指して、また調整をしていきたいと思います。去年の選挙が終わった後に、私も、ソーシャルメディアの方を、始めることに、しました。政治活動も、動画に撮って、YouTube チャンネルの方に、動画を配信をしています。これからも YouTube の方も力を入れていきますので、私の YouTube チャンネルの方もよろしくお願いしたいと思います。3年半後の地方選挙に向けて、子どもの未来を作る党の代表として、調整をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ちょっとすごいね、風が強いので、とりあえず、15分ぐらいですけども、これで終わりたいと思います。また明日から朝一からまた動画をしますので、よろしくお願いします。それでは See you tomorrow. やら、よろ、バイ。